フランスの宣伝部長マチルダです。なんか週末に飲みのうちにねゆっくり来るっていうのもやってみたかったんですけど、実際ね学生生活中ってほら大人になってから学生になると物覚えが悪いわけ、私なんか特に悪いわけですよ。そうするとねもうあの他の子に追いつかなきゃいけないから休みの日に遊んでる場合じゃなくて、むしろみんなが遊んでる間に頑張って追いつかなきゃっていうので、全然こういうのはねあの実は来たことはないんです学生時代ね。それでもう最近になってこういうのにこうデビューしてあのもう一回思い出の作り直しをしてるんですよね。今日はねあのオペラ座のすぐ近くで大きいこういうなんかねブース広場なんですけど、ブースって昔の証券取引所で、そことその周辺の道路でもう大々的にやってるみたいなんで、ちょっと楽しみながら見ていきましょう。なんかこういうあれかな、なんかリサイクルっぽいのかな、人が使ってたみたいな。毛皮もあるよ、でもフェイクだなこれ、本物ではないとか、こういうほら人の使っていた、おージョリー、あでもこれはなんか違う、手作りかな、なんか普通のものみたい。ちょっとなんか面白そうなの見に行こう。ここなんかあのいわゆるフリーマーケット的な感じみたいですね、このエリアは。そのアンティークがどうとかいう感じではない。いや実はなんか家具とかね、あのちっちゃいものを部屋に置きたいなと思っておった。お裁縫の指抜きとかリモージュかな、この辺リモージュの小鉢、この模様すごい有名よね、どこにでもあるもん。ピンも欲しいんだよな、服につける長い針のもの、長い針のがあれば着物に刺せるんだよなと思って。ね、これそうじゃない、これ結構長いよ針。え、これもしかしてちょっと使えるんじゃない、聞いてみようか値段。なんかほら大きいじゃん、そうすると着物のこうクロスしたところに留めるにいいんだよね、こういうのがあると。これも可愛いけど、これをさなんか帯の真ん中とかに留めてもいいじゃない、かわいいよね帯留めのとこに、すごいかわいい。この辺が全部なんかピンにこうほらすごい使えるかも、これこれいいね。なんかにさ使ってもいいかもね、あのカチューシャを作るとかシュッシュを作るとかそういうので再利用するのもいいんじゃないのかな。かわいいよねこんなんでさ頭に巻いたらかわいいと思う。あれこれジャンヌダルクじゃない、ほらこういういろんな空があるよね、かわいいのが。前回はかわいいミシンを見つけて、ただねリールだったから持って帰ってこれなかったんだよね。あれ部屋にあったらかわいいなと思ったの。ああいうのなんかねインテリア的なものないのかなと思って。
これ何これ何、なんかさ良くないこれ。急に来る気になったから現金用意してなくて、多分ねこういうところは個人がやってるところはカードマシンないと思うから現金だと思うのね。でね見て見てこれ可愛くない、ちょっとこれいくらか聞いて。ムッシュボンジュー、サクッとコンビアン、あジャトンあ3ユーロ5ユーロだって、すごいね可愛いねこれ。なんだろう、ケスクセムッシュ、1907年のカレンダーなんだって。すごいね、可愛いよねでもこれ。欲しいかも、どうしようどうしようどうしよう。なんかここあのコレクターさん向けなのかな、面白いんだけど。あとこれがなんか貯金箱、これユーロだったら欲しいなとかさ、フランとかね昔のあれば、そういうのなら欲しいな。ちょっとなんか面白いんだけど、缶好きなんだけど、こういうさしびれるよねこういう缶。いやー缶の世界ですよ、かわいい。これいつの缶だろう、開くのかなみたいな。45ユーロすごい高い。もうさここまで来ると骨董品みたいよ当時買えばいくらでもなかったのにねきっとね。いやこのカレンダー買うのはいいんだけど、これからちょっと他も行くんだよな、どうしよう。カレンダー買おう、これなんか気に入っちゃった、これ。あれムッシュどこ行っちゃった、あれムッシュ、おーい、シルブプリメッシー、メッシビアン買いましたよ、かわいい。これはねアンティークなのかな、すごい結構状態がいいアンティーク、好きだなこういうの。ちょっとほら飾れてないって言ってアンティークじゃなかったりしてわかんないけど、でもなんか35でも状態いいんじゃないかなこれ。普通もっとなんかね中古屋さんにあるのってボロボロなの、すごいいいかも。わーかっこいいよ、こういうさなんか洒落てるよね。かわいい、なんかさちょっと飾るに良さそう。これグラスもいいよな。そろばんっぽくない、でもそろばんにしちゃさ下が5個だし上が2個、どうやって使うんだろうこれ。かわいい小皿、お醤油とか入れたら良さそうな。かわいいわ、陶器のアーティストさんみたい。いやもうなんかすごいさ可愛いの見つけちゃった、見て見て。お酒とか入れるのこれ、もうさ日本でも探すの大変じゃないの。いや見て見て見て、もうマルカンスだよ、よよよよ天下一品で。これさ何気に持ってたらさ今いけてない、割といい気がするんだけど。いやこんないろいろ昔はこうだったのかもね。いや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 、で見て、あこれよこれ、そうこれがさちょっといいんだよなと思って。今結構こういうさアンティークの日本のものをレストランに飾るお店とかが多いから、これはねちょっとあの見つけたら絶対欲しい人いると思うよ。しかもねなんかすごい良心的、お値段が
お店の方から聞いたら日本ですごくね良心的なところでお求めになって、こっちでももう手にこう取りやすいお値段で皆さんにねお分けしてるって言ってたから、見てよもうケロリン貼ったるもケロリン。あ、値段が飛んでる。でもなんかこれさ結構いいものっぽくない？裏地が可愛いもん。マークってない、ほら。これはもしやちょっとお高い系じゃない？ここの人ちょっとなんかブランドなんだよね割と。すごいな。なんかねやっぱ置いてあるものここちょっと違うの、おしゃれ。わただいくらで売ってるのかがよね問題はね。あとサイズがねだいたいさ合わないんだよね。かわいいよ。ちょっとこんなのかわいいじゃん。いや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 、フランスっぽいよねこれ。かわいいもん。かわいいよ。こうやって来ると欲しくなっちゃうんだけど、実際問題うち狭いんでいろいろ買ってもねしまえないんだよね。だからねなんか捨てなきゃいけないの、1個買ったら1個捨てるって。焼き物の束、これがさなんか入れ方が可愛いよね。こうやってさなんか宝箱みたいにして、ほらざっくり入ってんの。可愛いこういう飾り方。うちもだから本当はさこういう風にすればいいのよね。いやいやいや、いいわいいわ。でところでピンはあんのかしら。ピンはやっぱちっちゃいんだよな、ピンが短い。こうやってさ全部なんだろう、あこれでもピアス、何これ本当になんか短いんだよね。なんか素敵と思うとね結構素敵よね。これプラダだもん、かわいいわ。見つけちゃった、見て見て見て、このこれねベビーベッドで、あの椅子は子供用の椅子。でもさこの椅子だったらさ座っても平気じゃないと思うんだけど、いくらぐらいするのかな。50ユーロ。このさこういうのもちょっと気になる、ついたて系。40でこれはさ割とおしゃれじゃない。あとは布のデザインよね、それさえさ気に入れば、あてか買い自分の好きなのに入り替えればいいのか、こういう場合。ああこれ悪くないよね。そしてさこういうの置くのはいいんだけど、またうちが狭くなるんでしょ。そうそう、私がさ望んでたブロカントってこういうやつ、こういうなんかキラキラ系な食器とかさ。お、私の好きな缶がいっぱい。あこのお皿もかわいい。ここでこうなんかでも厚手のお皿が多いのかな、薄いのっていうより。もう家具が結構いろいろ。あれこれもしかしてなんだろう、裁縫道具入れるのかな、どうやって開けんだろうこれ。へえ、なんかここ家具が充実してる気がする。え何あれ、机、これなんだろう。このお皿かわいいんだけど、あこのちっちゃいのかわいい。なになにこれ、ママごと用かな、好きこれ。かわいいよ。すごいなんかさグラスがこういう懐かしい系のね、透かしのこういう、わー綺麗よね。
ミラーかわいい。あのゴールドじゃないとこがいいよね。キラキラしすぎなくて。缶もかわいいわ。これ帽子帽子すごくない？この帽子どうやってかぶるかな。どんな服に合うんだろうこれ。アイロンすごいね。結構素敵なコートなんだけどちょっと重いかもな。これすごい。あらこれ本物だよ。本物の毛皮だ。すごいね。あかっこいい。結構この人すごいいいもの着る人かも。なんかさもう重くて持ち上げられ着れないよ。重くて持てないもん。これはちょっとすごいコートよ。なんかね黒の使いやすそうなバッグ良さげなんだ。見てこれ120ユーロだって。昔の電話かっこいいよね。1913年らしい。ちゃんとほら見てロット入ってるもん。いやーいいねこういうの。なんかすごい可愛いんだけど。パレロワイヤルの掃除間に合うかな。ゴミ拾いボランティアの NPO グリーンバードが月1回ゴミ拾いを開催しています。ça me tient à cœur parce que des fois je me balade dans Paris et je vois que c'est sale alors je me dis c'est il faudrait que je le fasse aussi quoi pour voir Paris un peu plus propre. じゃあゴミを拾っていくよ。なんかタバコとかは帰るまでに結構ね時間がかかるんだって。タバコのゴミってだからやっぱりねこういうの拾った方がいいらしく。Le message important, c'est que c'est pas Paris qui est sale, ce sont les Parisiens qui sont sales, et tous les gens qui jettent leurs mégots par terre. Et en fait, en faisant cette tâche-là, on a un travail d'exemplarité. Et les gens qui nous voient bah, comprennent que c'est peut-être aussi simple de mettre un mégot dans une poubelle que de le ramasser. Voilà, ça c'est important. Voilà, et souvent les gens critiquent la mairie de Paris, etc., etc. Mais ce sont les gens qui sont sales qui mettent leurs mégots par terre, c'est pas le vent qui les amène.これはさ、木がかわいそうじゃない？こんな近くにある木が。吸っちゃうんでしょ？この間あの、バンドーム広場の周辺を歩いていた時に、あの、いい車に乗った人がいきなりさ、こう信号で止まってる時にバナナの皮を歩道と車道の間の溝のところにパーンとか投げて、バナナの皮投げる？みたいな。まあ、移動中に食べてほらゴミ袋とかがないんじゃない。でいくらさバナナの皮を持ってたくないからといって路上にさ投げ捨てなくてもと思って、しかもそんなねすごいいい車乗ってる人が窓からポンなんてさ、もうびっくりしたもん。結構ねその乗ってた人なんかわりかしかっこよかったの。かっこいい車かっこいい人とか思ったらさバナナの皮でしょ。もうねちょっと幻滅しちゃった。もったいない。
ないよね、そういうので。いいことした後は自分にご褒美。近くのモノプリへ行き、今セールで安くなっているものをゲットします。ちょっと前から狙っていた椅子があるんです。折りたためて邪魔にならないし、座るところが来たからお尻が冷たくならないんです。これもね、まな板ちっちゃいの、これが欲しいんだけど。新しい椅子に座って買ったばかりのワインを飲みながら、充実した一日を振り返る時間もまた贅沢ですね。こんな簡単なのに、なぜ今までこういう過ごし方をしなかったんでしょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアット。高評価とチャンネル登録ありがとうね。ここつんちゃ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 よろしく。 Thank you.